こんにちは。今回も前回に引き続きしだれ梅の剪定についてお話しいたします。時期は9月ですので、もうすでに花芽分化が終わっているところだと思います。翌年の春に向けて花の咲く枝を選びながら剪定いたします。まだ枯れてはいないけれども、小枝があまり吹かなくなった古い枝が混在します。同じ枝をずっと使い続けることはできないので、いつかダメになるということも想定しながら若い枝も少し養成していきます。とはいえ、あまり元気の良すぎる枝を残しておくと樹形が乱れやすくなりますし、そちらの方に栄養がいってしまいますので、適度に取り除きます。前々回ご紹介した黒金持ちやピラカンサスなどは、徒長枝は樹形の邪魔になりますので、ほとんど取り去ってしまいます。しかし、この梅などの場合は、徒長枝を利用しながら樹形を作っていくタイプの木ですので、徒長枝だからといって全て払っていては、思うような木型になりません。剪定の主な作業としては、内側に向かって生えている懐枝の切除、そして外側に向かって出ている枝のうち良いものを残して、その他のものを間引いていくという作業になります。そしてそのようにして残した枝の先は原則的には切り詰めをしません。細長く垂れ下がった枝の先まで花が咲くのがしだれ梅の風情だからです。花芽分化が終わっているこの時期の剪定は、つまりは咲くはずの枝も捨てているということになります。ですが、花はたくさん咲けばよいというものでもありません。美しい木型に見栄えの良い数の花が咲くのが良いと思います。このぐらい茂っている木なら選択肢がたくさんあります。どの高さから、どのくらいの長さで、どの方向に花を咲かせたいのか、選ぶことが可能です。
残した枝先は切り詰めないと申しましたが、制約を受ける場所ではそうもいきません。建物や人に触るところはどうしても切らざるを得なくなります。ですから、しだれ物を植えるには十分なスペースが必要です。窮屈なところでコンパクトにしようとすると、しだれらしさが全く失われてしまいます。今回の動画は画面が揺れていてちょっと見にくかったと思います。自分の中ではお蔵入りにしようと思っていた動画ですけれども、たまたましだれ梅の動画を上げてほしいというリクエストがありましたので上げてみました。見にくかったらごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。